おはようございます。おはようございます。休憩中なんですけど、俺ちょっと今からちょうど飯にしたんですけど、はい、まさかのおにぎりが爆弾でしょ視聴者の皆さん、やばいことが起こるよ、ね、まさかのこっそり車内で、はい、そうあります。これ言ってる、そこまでは分かんないですけど、なかなかっすよ。やばいね。やばいっす。いや、なんか視聴者の皆さん、飯食べながらちょっと失礼だけど、俺もちょっと時間なくて出かけるつもりだったんですけど、飯食ったら編集長とウッチーですね。ウッチー、はい、覚えてる。嬉しい楽しいじゃないですかいや、チッコロしたらお前だから動画でこれ編集使えようじゃん、はい、昼飯食った後に二人でなんかコソコソしようの。はい、結構すぐ食べた後とかも2人でパーって気づいたらいなくなってるんですよ。いや、俺いつもタバコ吸っとんかあんだ。俺もたまに昼とかおるじゃん。はい、情報によるとタバコ吸いに行ってそのまま車で休憩してん。なんかそうらしいですね。結構僕もタバコは付き合うんですけど、うん、その後気づいたらあれっていうのが戻ってきてないよねみたいなのがあるんですよね。そう、本当です。やばいでしょ、しゃべりさんで、ちょっと急遽、まあ、これちょっとささっと配るんだけど、はい、突撃そうですね。これやったら嘘くくまんのかね。うわ、入れとったら嘘くくまん。入れとったらもうそういうことです。編集しろってうち付き合うかな。あるんじゃないですか、意外と。あるの？社会人になってから出会いって少なくなるじゃないですか。どうしても編集長なんか俺生活能力ないじゃないですか。え相手の存在二次元だろ二次元なんですか。三次元に存在しねえ横から見たらカビプラみたいな感じのオンライン上でしょ。ネット上にのみ存在するどっちが引っ張ってるんですかね。ウッチーの方が引っ張ってるんですかね。あ、そういうこと。はい、逆に引っ張ってるってどこ引っ張ってる。なんかもうその生活的なこと。あそこ引っ張ってる。そこ引っ張ってるんですか。それは全部物理的に。案外編集長でかそうだしな。あー、結構二次元でここも横ペラペラじゃんこう見たら二次元だもんな、この見えへん。そうです。あら、紙一枚。見えないですね。横で見たらこれだけわーってバッファローみたいな姿でする。そんなペロペロだったらちょっと行く前に他の森にもちょっと聞いてみようか。そうですね、一緒にお昼食べてる自分の方とかも。ねえ、中に。はい、中に二人でいなくなる。トクトク。そうでしょ。はい本当に？はい。二人そんなみんな知ってるの？タバコ吸うメンバーは。ああ、そうかそうかそうか。ちょっと感づいてる。おかしいぞみたいな。やばいでしょあいつら。やばくない？やばいっすね。完全にうち上乗ってる。うち上。ヤクモみたいになんか。あいつ癒されたんでしょ。本当。タバコ吸う二人とかで。はい。みんな知っとく見まんな、お互いに。まあまあ、そこはあのフレーン40、はい、行ってみようか。行ってきましょうか。駐車場着手なんでお前嫌なんや社長たるもの、社員の行動を。いいわ、寝たんだかやりますか。どうする、車で行ってしまった。どうする本当におるんかよ。大体いつも車に乗ってるんで、そこに行けば目撃できるんじゃないですかね。オズモ持っていくか。オズモ持ってきましょうか。もうわっきり全部画面に収めましょう。さあ、視聴者の皆様、社内恋愛禁止法を制定します。週に何回ぐらいと。もう本当に2日に1回は行ってるレベルですね。確実に付き合ってるお前らも突っ込まんの。それあえて暗黙の了解みたいなとこ。暗黙心理でしょ別に。それ全部リリーちゃんとかみんな知ってん。みんなもう多分感づいてはいると思います。緑は俺といつも外出てるもんで知らんだろうと。そうですね、たまにしかいないんで。そうだよな。でも車行っとるっておかしいよな、わざわざエンジンかけてタバコなんか外で吸えるだろう。そうですね、会社の横にすぐ場所みたいに確保してあるんで。そうだよな。あいつの車どこにある。ちょっと静かっす。車ではなくてんだろう。だってエンジンかけてないよね。え、いやエンジンかかってないぞ。普通にね、近くないっすね。おぉ、いつもね、だいたいいつもエンジンかけて乗ってるんですけど。どこ行った、あれ。そうじゃない。ねえ、どうやったら全部できる。あ、見える、え見える、完全に付き合ってるんだ、あれだあれはもう確実っすね。何をしゃべっとんの、あいつら。何やっとんの、あれ。キャッキャッ
いでしょ。めっちゃ仲いいですよ、あの2人。なんか楽しそうな雰囲気が伝わってきますね。なんか見てますね。あ、最近見てる。行きますか。取れるか。あ、これこれこれ、あ、これこれ入ってる。なんかトイレ入ってるぞ。行きましょう。え、二人やっていきましょう。え、トイレ。トイレ入ってるぞ。隠れろってお前。こっち来い、こっち来い、こっち来い。映るか。外がいいか。え、俺気まずいわ。かわいそうだわ、なんか。言うて社長こういうの好きじゃないですか。俺が言ったことであいつが分かれそうだね。どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。どこ行くんですか。とりあえず行きましょうか。気まずいわ。気まずい。ちょっとやっぱりこの顔、なんかやばい。やばいっすね。光が熱いわ、お前。熱いっすね。でも何やっとんだって。はとっても気まずいでございます。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたら使ってこっちの催眠でしょ、お前。何これ。どういうこと。いや、普通に食後の運動です。どういうこと。食後の運動っておかしいだろ、お前。私はダイエットしてるんで。あ。でなんか伊藤さん筋トレしてるみたいで最近、それで一緒に食後の運動として歩こうかみたいな。違いますね。蜂なんかどうでもいいわ。どうするこれ。どうしましょうか。虚偽の申告しとるよこいつら。本当のことを教えてほしいですね。本当のこと。付き合ってんの。付き合ってないですよ。付き合ってないです。あ、お前女の香りになっとるやん君。秘密じゃなくてもいいんだぞ別に。やっていいよ、いいじゃん。確かに打ってからのプロセス。お前ってな。そう、マジ。お前狙ってんの。いや、狙ってない。でもここで告白にしよう。なんか付き合ってないの本当に。付き合ってない。どうせ付き合ってない。それは無理があるでしょ。ちょっとみんな聞いたら。誰ですか。あれ、名前出してんか。誰も聞いたもんな、来る前にな。僕は聞いてますね。こいつなんか確実に付き合ってるって言ってたんですよ。なあ、おにぎり。とんでもない。だって、2日に1回ぐらいこっち来たんじゃないの。まあ、そうですね。天気の日は。あ、そっか。なんでそう、もう完全に彼女じゃん、お前。あ、そっか。うん。事の始まりは、うん、歩いてきてるって言ってて会社に、うん、僕陸上やってたんで、うん、なんかあるんですよこういうフォームが。だけどそんなんか葉っぱとか見とったよお前。そう、四つ葉のフォームを探してた。四つ葉の今日僕たちの恋が成就するといいね。付き合ったんだろ正直言って。隠したいんか。もう隠したいならいいや。それから目で会えるんですよ。隠したいならいいや。付き合ってます、ね、俺絶対誰にも言わないから。知ってますよ。知ってますよ。だってすぐ喋っちゃうの。だってちゃ口にチャックついてきんだもん。動くやつ。喋るようにできてんだもん。口みんなのお口も二つなみたいなのあるじゃないですか。あ、何何深海魚ミッチーみたいな。あ、二つな、歩くメガホン社長って二つなやつ。なんだそれ。本当に付き合ってないです。一緒でしょ。マジそうです。顔が嘘つきの顔になってるじゃないか。うちではいいのそれで。はい、そういうことはないので。どういうことがあるの。何もないです。何、お前好きなの。いや、普通の、 あの会社の同僚というか上司ですよね。隠しますよね、普通。
なんか面白いな。隠してないです。なんだこれ、つまらないねんか、お前。お前なんでガセネタ持ってきたんだ、これ。おにぎり。ガセやんか。他から見たらそういう風に見えますよ。え、どこか、お前。他から見たらそれに見えますよ。マジだよ。マジです。隠すのはいいけど、嘘はいかんから。嘘はダメです、本当に。僕もそれは分かってます。嘘は俺許さよな。そうです。社長は嘘を許さない人。今日は何も言いたくないのか。付き合ってないのか、はっきりしてくれ。付き合ってないです。本当に？僕も。お前も自分の口から言えよ。付き合ってないです。誰と？伊藤さんと。伊藤と付き合ってない？付き合ってないです。お前感動やねえか、お前。感動やねえか。おい、逃げれ。はい。やろう。お前は嘘ついてるんじゃないか、じゃあ。やろう。いやいやいや。おい、俺は嘘嫌いだから知ってるよな。いや、嘘じゃないです。嘘じゃない。ないないそういう風に見えたっていう見えた俺をはめようとしたんだないやもう閉めちゃうよ俺ダイヤこれ使えるかいやさっきトイレ入ってたじゃんしかも僕が見たことなんか俺ちょっと顔引きそうだよな引きそうじゃん使えるやつやん確実にアウトじゃん渡部や確実に渡部やなと思って俺あかんやろって言ってなあかんすねあれはあれびっくりしましたね面白くないですけど視聴者皆さん今日締めようか締めましょうか暑いし暑いですねちょっとくだらん動画になりましたけどバイクとそのマッチングとあの求人マッチングやっておりますバイクとそのマッチングは本当にね6月1日公開で、まあ、今それまでに登録してくれた人だけ使えるようにして、まあ、もちろん無料で使えるん で3ヶ月4ヶ月でアップデートかけていくつもりでその時にはまあ有料化しますんでその時また本募集みたいなのかけるまあそれまでにね、ぜひ、まあそんなに一気にお客さん増えるかもしれないですけど、ぜひその力入れてみて、登録の方お願いします。お願いします。お願いします。二人が付き合っていると思うことに、いいねください。チャンネル登録もね、もう15万だな。もう15万ですよ。まあぜひね、登録の方してください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあねー。なんやお前おにぎりおむすびほんとな出なかせやんお前俺昼飯出なかけ込んで食ったのにいやそういう風に見えちゃったっすもん全然出なかせだもんな昼こうやって来て体動かすのいいことやもん私の出た体見て私の出た肉体見て肉便器のように扱ってまた今度行くんですよ